南米チリの地震は24日未明津波となって表日本各地に甚大な被害をもたらしました。中でも北海道霧多布では午前4時40分から前後8回にわたって来襲、死者行方不明31名122個が流出するなど壊滅状態に瀕しています。また被害の最も大きかった岩手県大船渡市では不気味な海鳴りとともに高さ6メートルに及ぶ大波が襲い、一瞬のうちに25名が飲まれ百数十個が流出。一方宮城県静川町の被害も大きく、全戸数のうち8割が倒壊、あっという間に死の町と化してしまったのです。寝耳に水とはいえ津波の恐ろしさをまざまざと見せています。漁船も人家に押し上げられ、流木や汚物が氾濫、商店街も全滅というありさまです。荒れ狂った水間は昭和8年の三陸津波の3倍の猛威を記録しました。想像を絶する恐怖の中で不安の一夜を明かした人々はようやく廃墟の中から復旧に立ち上がろうとしています。すでに自衛隊も出動、倒れた家の下からは逃げ遅れた犠牲者が続々と収容されていきます。津波の襲来を探知しながら避難命令の遅れたことが犠牲者を増大したものとみられています。こうして黒い怒涛の爪痕は紀伊半島、九州南岸にも及びました。ここ三重県尾鷲でも前後数回にわたって襲来、その被害は阿護湾の真珠とともに伊勢湾台風をしのぐものがありました。かくて被害総額10億円、204名の犠牲者を数えた災害はチリ津波と命名され、観測史上最大の規模と見られています。